皆さんこんにちは、お疲れ様です。前回ですね、こちらの方ですね、年間スケジュールの月ですけど使うっていう形で言ってたんですけど、こちらですね、自分に問題がありまして、実は休みの日の色がですね、目がもう老眼で見えなくて、はっきりこの色がわからないっていうのがありまして、困りましたっていうやつですね。で、今まで本当はですね、こちらの保証品をダヴィンチさんなんですけどね、使う前は実はバインディックスさんのこちらずっと使ってたんですよ、何十年も。で、やっぱりこちらがいいなっていうことにちょっと悪かったんですけど仕替えました。これのいいところは白で、はっきりと赤と、まあ黒、まあ黒じゃないんですけど、はっきりと色が分かれてるので使いやすいんですね。で、今回ちょっとダヴィンチさんのこちらはサブにして、やっぱり今まで使ってきた A さんの A5 か A5 のですね、こちらのほら休みの日もしっかりと色が濃ゆいんで分かりやすいですね。で、下地も、白で、でどちらかというと紙質が硬いんですね、分厚くて、ほらこんな違うんです、ペラペラと。で、これも、これはもう本当裏映りませんよ。こちら便利なんで、で、ちょっとね、本当はこれ私の場合いらないんですけど、まああってもいいかなと思って、これ使いやすいんで、このバインディックスさんの英語のタイプなんですけど、2020年版ジョンに切り替えたいかなって、早めに。それで早速注文しました。A5 の056という商品です。でね、月月間ダイアリーで言うと5番になります。で、ね、目がちょっと悪くて困ってるっていう人には、もうバインディックスさんのこのはっきり色がしてるので、こんなのがやっぱりいいですよね。こちらちょっとおしゃれなんですけど、ちょっと色合いがね、はっきり分かんなくなるんですよね、色が。それで困ってしまって、大事な日を間違ったらいけないので、やっぱりこちらのはっきりと色がしてるところを使った方が目に優しいし、眼鏡をかけなくてもいいんで、こちらの方にやり替えたいと思います。もしもね、参考になったらと思い、投稿しました。どうもありがとうございました。